俳優の岡田義則と女優の田畑さと子が1日に入籍していたことを9日、発表した。報道各社に送信されたファックスには、二人の連名で、この度、岡田義則と田畑さと子は1月1日に入籍いたしましたことをご報告させていただきますと記され、お付き合いを始めてから約6年半。紆余曲折ありましたが、たくさんの方々に助けていただき、支えてもらい、今の二人があると思っています。まだまだ未熟な二人ですが、力を合わせ支え合い、幸せな家庭を築きたいと思います。これからの二人をどうぞ温かく見守ってくださいとコメントを発表した。岡田と田畑はかねてから交際を報じられていたが、15年11月に、岡田の自宅マンションで田畑が、かぼちゃを料理している時に誤って切ってしまったと、左手親指の付け根を切り、十針を縫う怪我を負ったことが、話題となった。その後、破局、復縁など様々な報道が飛び交ったが、昨年1月1日に岡田の所属事務所は、デイリースポーツの取材に対し田畑との交際について、プライベートは本人に任せていますと回答していた。